北条、あとはお前に任せる。行きなさい。時間がないわ。アクアよ、マヤコさん、彼女を守ってあげて。じゃ。指示で全て捕らえられたが、エルディア本国へ送還された。あれは実は裏があってね。その通り。だが中には日本へ帰化した人間もいてね。彼らの亡命と身の安全の保障の代価として得た情報さ。実行犯が誰かまでは特定できないが、御堂を対し、いや御堂を逮捕拘束できれば、おのずと判明するだろう。プリシアさんの即位により御堂の外交官の任務は解かれてるはずだ。しかも彼は日本国内で指名手配になったよ。天下御免で逮捕することができる。殺人および殺人教唆の容疑だ。裁判所がすでに発行してる。私がそちらへ到着するときは彼に文面を見せられる。逮捕するのだ。今すぐに。それは一刻を争う。戦場からは逃げられないが、日本領内からは脱出できるよ。君は今何に乗ってるのよ。再び公開上へ出られたら我々にはもう手が出せんよ。逮捕するときは今しかない。彼を逮捕すればおのずと例の白物も判明するだろう。亡命者の件だと御堂はその計画に早い時期からタッチしていたということだ。判明すればそれを手に入れることも不可能ではない。よろしい。私も今ヘリでそちらへ向かってるよ。小1時間で着くだろう。北条さん、これは一体。
救出ではない。第二機関室のコントロールルームだ。そこだと操縦室での操舵をカットして独自に航路を設定できる。これはどういうことです？わかりました。ですが私も行きます。シリアもついています。私はエルディアの女王としてことの成り行きを見守る義務があるのです。左側廊下の突き当たりに地下へ降りる階段があります。第二機関室のコントロールルームは、さっきまでは向こうの右廊下側に陸地がありました。突き当たりの階段を下へ降りれば第二機関室へ行くことができます。第二機関室は全ての動力コントロールを行える場所です。奥の部屋がコントロール室です。これはこれはプリシア様に、北条マリナ一級捜査官殿ですな。ミド、この北条さんの指示に従いなさい。どのような根拠で？はあ、この私に。一体何の容疑で？はあ、旧情報部がね。逮捕状は？見せていただく権利が私にはあるはずだ。ではその時まで私は自由を保障されるわけですな。北条さん、それに私は大使ですよ。ですよ。外交特権というのをご存知ですかな？その通り。日本の捜査機関が私を逮捕できる根拠などどこを探してもありはしない。ではその書類を見せていただきましょう。ミド、あなたの駐在大使の任を今解きます。そんなザレ事を。私は戴冠式を終えた時からエルディアの女王となりました。王には官公庁の許可なしに官僚の任を解く権限があったはずです。ま、構いませんよ。私を逮捕してもどうせ何もできやしませんからね。観念はしていないが、とりあえず納得はしよう。さ、手錠でも何でもかけたまえ。話しなさい。撃ってみたまえ。プリシア様に当たるよ。実戦に成績は関係ない。それは君が一番よく知ってると思ったのだが、古いベレッタだな。照準も少しイカれているかもしれない。さらに緊張で銃口がブレるかもしれないぞ。脅しではない。銃口が1ミリずれただけで10メートル先では10センチは弾道がずれる。古いベレッタだな。手入れをしたのは1ヶ月前かね？ 2 ヶ月前かね。1ヶ月手入れをしないと照準は約2ミリはずれる。知っていたかね？しかも君は今極度の緊張をしているようだ。手のブレは1、2ミリの比ではあるまい。撃ってください、北条さん。これは彼の時間稼ぎです。心理戦に乗ってはいけないと思っているな。だが冷静に考えてみたまえ。もしもプリシア様に当たった場合、君の立場はかなり危険なものになるだろうね。もうここは公開上だ。
かも私たちはエルディア国籍の船に乗っている。君はエルディアの罪人として銃殺刑だ。時間を正確に測ったのかね。私は測っている。ここはもう公海上だ。日本ではない。私は老婆心ながら忠告をしている。プリシア様にぜひ当てないようにな。もう一言だけ付け加えておこう。私の心臓は常にモニターされているのだ。心臓が止まると同時にこの船の船底に仕掛けられた爆弾が爆発する。試してみる勇気が君にあるのかね。この船の中枢部が木っ端みじんだよ。気になりますか？軍用の小型ナイフですよ。私が。どうやら北条さん、あなたはとんでもない勘違いをされているようだ。愚問ですが、まずはその物騒な武器を渡していただこう。10まで数える。一つ数えるたびにプリシア様の顔をナイフで切って、筆切っていく。では行くよ。北条さんはお利口のようだ。ではこちらへ銃を投げたまえ。結構。しばらくそうしていただこうか。公海上で一体何をするのかね。おっと、動かないでくれ。私は不器用なのでね。うっかりプリシア様の顔に刃を差し込んでしまいそうだ。あなた方は何か勘違いをしているようだ。旧情報部のゴロツキどもなど何の信用に値する。ご挨拶だね。君も似たようなものではないか。麻薬即位が不可能と判断したら途端に王権派に尻尾を振る。日和見主義の極みと言えないかね。いいのだよ、国益のためといえば私もそうなのだから。任務だ。前国王の勅命ですかね。何？カスラギか。おう、まい葉巻だ。お久しぶりですな、北条さん。そして御堂。尻尾を巻いてどこへ逃げ出したかと思ったよ。お久しぶりですな。もう一人いれば同窓会ができるのだ。ディーブは死んだよ。医師だよ。大いなるね。そうか、やはり。そうだ、まだ生きておられる。それはテラーとて同じ。御堂、そろそろやめにしないか。ストールマンから聞いたよ。もうすでに崩壊が始まっているらしいな。あと数日も持つまい。かもしれない。だが忠誠は変わらない。私もエルディアに対する気持ちは変わらない。だからこそあのお方には退去していただく。それが民のためだ。私は国家に忠誠を誓った身だ。それは貴様とて同じだろう。ならばこのプリシアのやろうとしていることは国家への重大な反逆だ。確かに一理あるな。違うな、真理だよ。はじめましてですかな、プリシア様。あなたがカツラギですか。ストールマンから話は聞いています。いたずらに舌を動かさないでいただこう、この偽善者。このプリシアがやろうとしていること、そしてやったことを北条さん、あなたに教えてあげよう。やめて。人殺しが何を言うか。反逆者。
私がテラ。こいつは傑作だな。カツラギ、そうは思わないか。テラーの名を世に知らしめた男の意見をぜひ伺いたいものだな。北条さん、この男ですよ。殺しまくっていたのは。おや、本当に知らなかったらしい。旧情報部の実行部隊を指揮していたのはあなたの隣にいる男ですよ。まさか情報部から姿をくらますとは思わなかったかな。さすがに前国王のやり方にはついていけなくなりましたからな。よく逃げおおせたものだ。日本の警察に自ら捕まっていたようだが、我々はそんなことで容赦はしない。刑務所まで襲撃してきた時はたまげたよ。それでもなお生き延び続けている貴様の生命力は表彰に値するな。恐縮だ。で、貴様は今頃のこのこと何をしに来た？分かっているだろう。蹴りをつけに来た。あれを破壊しに来たというのか。貴様が発案したあれを。そうだ、自分の責任において処理をするためにな。今なら見逃してやる。とっとと尻尾を巻いて逃げ出すがいい。できんな。では死ね。あのお方の意志の前に。それもできんことだ。上か。シリア。ナイフを投げると。北条さん、シリア、しっかりするの。喋るな。動脈を打たれている。すごい出血だ。早く追ってください。そしてミドを捕らえるのです。彼を決して殺してはいけません。殺せば大変なことに。それだけではありません。とにかく生きて捕らえるのです。応急手当をして私もすぐに。あなたに解放なんてされて。バカを言うな。お前をこのまま行って。あなたも行くのよ。喋るな、バカ者。北条さん、お願いしますと。時は一刻を争う。早くベレットを拾っていきなさい。私、分からなくて、あれが、だから死ぬ？死ぬ？死んでる。死んでる。死んでいます。そうです、彼は先ほども言ってました。心臓のモニターがどうとか。わかりません。まさか船が。ああ！
私はパーティー会場の人々を避難させます。あそこには人がたくさん。私は会場の方へ行って皆様に避難をしてもらいます。分かっています、北条さん。分かりました。それではお気をつけて。すぐそばにいますよ。少し痛いですな。びくともしませんな。大丈夫ですかな。それはいけませんな。私の足元におります。なんとか彼女だけでもと思っているのですが。見事にぺちゃんこでして、まあ私も熱き血の通う人間ですからな、怪我すれば、まあここまで来ると痛みはほとんどありませんがね。とりあえずこのシリアだけでもそちらへ引っ張っていけませんかな。ダメですか。見た目では100キロ以上ありそうですが、仕方がありませんか。10分ですか。はは。気づきませんか、足元に。どんどん水かさが増していきますが、この分だとあと5分ぐらいでこの部屋全体が、どうしようもありませんな。手を尽くしても無理でしょう。第一、足がこれですから。まあ私はともかくシリアだけでも助けられればと思いましたが、とにかくみんなを早く避難させてください。あなたのような方が上では今必要なはずだ。無理ですな。それだけで100キロは超えますからな。くじいたてで無理をしてはいけません。どうしようもありませんな、これじゃ。お嬢さん、聞いてください。人間いつかは死にますよ。時間がありません。聞いてください。お嬢さん、あなたは頭のいい人だ。計算もきちんとできる。であれば私の言っていることも理解できるはずだ。そうでしたな。結婚の約束などしたのは北条さんが初めてです。良い思い出になりました。あれには3ヶ月ほど会っていませんが、元気ですかな。無理ですな、この体たらくですから。言う必要はありません。しかしあれに何というのです。実は父親が生きていましたが、ついさっき死んだとでも。あの水かさがもう腰まで。そろそろまずいですな。そんなに顔をくしゃくしゃにして美人が台無しですな。もう行きなさい。このままだとあなたまで溺れてしまいます。北条さん、ダメだ。
怒鳴ったりして申し訳ない。北条さん、一つだけ言い訳をさせていただければですが、テラーとは確かに情報部の実行部隊を指すコードネームだった。それを編成したのはこの私だ。だがそれに嫌気がさしたのも事実でしてね。やっぱり言い訳にしかなりませんな。優しい女性だ、あなたは。お嬢さん、私はこう見えてもエゴイストでしてね。弥生のやつを頼みますよ。あいつは小次郎の次ぐらいに心配の種でして。あともう一つ、テラーを。これはいかん。早く行きなさい。プリシアの言動に注意しなさい。あと、マヤ子の。なかなか心配させるお嬢さんだ。焼けるわね。起きていたのか。少し苦しいわ。肩にもたれかかっている。美人に貸せぬ肩はない。はあ、気分はどうかね。血がたくさん出たから少しは体が軽くなったと思ったんだけどね。逆に重くなるのは物理法則に反するな。少し寒いわ。腰の上まで水が来たか。一緒にお風呂に入ってるみたいね。うん、親子水いらずというわけだな。親らしいことなんて一つもしなかったくせに。そうだな。あなたの死に目くらい見てやらないと気が済まないわ。大丈夫かね。おう、少し疲れてしまったわ。シリア、お前にはすまないと思ってるよ。最後まで利用してしまった。やめてよ。今さらあなたが情報部を去るとき、私を二重スパイとして残す。お互い納得済みのはず。そうだ、お前は随時私に情報を流してくれた。そのおかげで刑務所襲撃もかわせたしな。プリシア様はあなたの読んだ通り。そうか、大丈夫かね。少し疲れたけど。そうかね。うん、私のお姉さんのこと聞かせて。弥生か。気が強くて負けん気が強い割に人一倍寂しがり屋なわがまま娘だ。あなたのことじゃない。早いうちに母親を亡くしたせいか、小さい頃は私にべったりだったからな。昔はパパパパと泣きながら抱きついてきたものだが、いつだったかどこの馬の骨ともわからぬ若造を連れてきよった。その若造が今や私をしのぐかもしれんとはな。なあシリア、確かお前は小次郎と。シリア、そうか、眠ったのか。情報部で私が鍛え上げた娘、利用したかっただけなのだろうな。己の縁のため、そして後始末のためにその罪の償いはするつもりでいたが、こうも早く来ようとはな。寒いな。海の水がこんなに冷たいとは思わなかったよ。凍えそうだ。抱き合えば少しは暖かくなるかな。親としてやれることが抱きしめることか。地獄へ行ってもなお罪の償いをする必要がありそうだ。神よ、この女性をできましたら苦しまぬよう問い計らっていただきたい。私はどんな罰でも。ん？水がもう首の下まで来た。窒息死は一番苦しみが強いという神が課した罰の一つなのだ。ん？これが死なのか。この感覚が。私は今恐怖を味わっている。
まらない孤独感と恐怖を。私はまだ死にたくはない。死にたくはない。もう一人の娘に最後に一目会いたかった。弥生。弥生。探していたんだぞ、ずっと。どうしたんだ？何かあったのか？目が少し赤いようだけど。泣いているのか？どうしたんだよ？マリナ、どうしたんだよ？マリナ、何があったんだ？私の、私の、なんだよ、どうしたんだ？マリナ、泣いていたらわからないよ。マリナ、鼻を。まったく。大丈夫かい？な、マリナ、その、小次郎を見なかったかな？ああ、いないんだ。本当なら、会場に集まっている人の中にいるはずなんだけど、私どうしたらいいかわからなくて、探しに行くにしてもどこをどう探したらいいか。弥生さん、北条さん、よかった。これであと2人ですね。北条さん、葛城さんは？私ならここにいるが。あ、弥生さんではなくて、そういえばお名前が一緒。あ、はい、わかりました。それよりも弥生さん、小次郎は見つかりましたか？いや、まだなんだ。まったく、どこへ行ってしまったのか。乗客の皆様はもう点呼済みです。あとは小次郎と御堂麻也子さんの二人だけ。はい、しかも船室にはいません。多分、戦争以下のエリアへ入ったのではないかと。ええ。どうするんだ、マリナ。ああ、そうだな。じゃあ、私は動きやすい服に。ふざけるなよ！マリナだけ行かせて、私だけ脱出なんてできるか！私は私立探偵だ。しかし、おじさま？私も行きます。私はエルディアの女王です。命を懸ける者がいるというのに、後方の安全な場所に隠れているわけには参りません。ここはもう公海上。この船はエルディア国籍、つまりこの場所はエルディアなのです。分かっています。自分のエゴということは。マリナ、小次郎をよろしく頼む。話だとあと30分は持つって話だ。必ず戻ってきてくれ。左廊下の階段からは、デッキ下の第一機関室から中へ入ることができると思いました。みんな救命ボートへ退避したんでしょう。時間がありません。早く。非常灯も、ここのは壊れてしまったんでしょうか。足元に気をつけてください。もう少し先に進んでみませんか。もう少し明かりがあればいいんですが。誰もいませんね。小次郎に麻也子さん、いるといいですね。麻也子さん、小次郎！先に進みますか。
どうですか？少し明るくなってきましたね。聞こえました。確かに。お嬢さん、横に道があります。気づきませんでしたが、私も確かに聞きました。おそらくあの二人じゃないでしょうか。だいぶ明るくなってきましたね。このドアの向こうにいるんでしょうか。でもパイプがねじ曲がったりしていて、本当にここに。返事がありませんね。北条か。そうだ、まだこの船は沈んではいないんだな。取っ手の部分が床に埋まってるんだ。はい。オーケーだ。静かになったな。ええ、みんな平気？プリシア、マヤコ？大丈夫、私は。プリンは？プリシア！まさか、はぐれたんじゃ。プリシア、返事をして。はい、よかった。これで全員か。はい、うん。すごい揺れだったわね。天変地異でも起こったのかと思ったが。単なる人災よ。おそらく船の二次爆発が起きたんだわ。なんだってそんなことになったんだ。寒いわ。私のドレス貸してあげようか。うわ、だってマリナさんそれ脱いじゃったら裸になっちゃう。失礼ね。ちゃんとパンティーを履いているわ。ちょっと笑えない状況ね。マリナさん、寒くないの？私はいつも裸みたいなものだから大丈夫なのよ。何よそれ。しかし、静かだな。はい、やけに静かです。薄暗いわ。だが目は少しだが慣れてきたぜ。戦争のようね。少し薄暗いわ。しかも船の一番底ってわけだ。静かですね。誰もいないみたい。あの爆発のおかげで合流はできたけれど。今度は全員が戦争の中か。はっ、二重層なんてやつだな。しょうがないじゃない、不可抗力よ。別に攻めちゃいないさ。冷えますね、随分と。寒気がするわ。相変わらず床は傾いているな。いや、以前と傾斜が逆向きだぞ。今度こそ本当に。トリスタンは設計段階では不沈客船と言われていたのですが。まあ、船底に穴が開けばどんな船も沈むしかないわよ。現状の確認をしたいところだな。私たち、まさか。即断は禁物よ。わからないわ、まだ。可能性はあるがな。静かですね。水滴の音が聞こえてくるわ。広い戦争だな。ええ、広い戦争だわ。しかも冷え冷えとしているわ。本当に肌寒いです。凍えてしまいそう。俺のジャケットを貸そうか。ダメよ、小次郎は肩を。血が出ている。一体どうしたのです？いや、肩の傷が慢性化していてね。止血はしたの？マナー、血が少し出たんで体が軽く感じる。
バカ言わないでよ。ちょっと見せなさい。あ、って。あなたに何かあったら、弥生に申し訳が立たないわ。なんだか、体が凍えてきました。そうね。みんな体を少しでも動かしていなさい。だが、体力が低下する。これから何があるかわからないぜ。でもその前に、投資するかもしれなくてよ。俺は、少しでも体力を温存しておいた方がいいと言ったんだ。死んでしまったら何にもならないじゃない。二人とも、やめて。少し、手が冷たい。こすってやるぜ。うん、大丈夫。でも、やけに冷えるわ。もしかしたら、本当に海の底に。どうするの、これから。結局その疑問に立ち戻ってしまいますね。硬いですね。壁を破っていくという手段はあまり有効ではなさそうね。素手で破れる戦争だったら苦労はしないな。わかっているわよ。ちょっと壁を叩いてみない？そうだな。レスポンスがあれば締めたものだが。誰かいない？ダメみたいね。あれだけ叩いても全然反応がなかったのよ。無駄かもしれないけど、やり続けることに意義はあると思うわ。だが、連続して叩いても体力を消耗するだけだ。定期的な感覚を置く方がいい。それもそうね。さっき叩いたばかりだしな。わかったわ。もう少ししたらまた続けましょう。戦争内は比較的広いが、行ける場所は限られているわね。この数メートル四方の空間が俺たちが今いる世界というわけか。ざっと見回してみても完全に閉じられた空間です。どうしようもないか。出られないの？今のところね。あそこを。ん？あそこに亀裂のようなものがあります。亀裂？外に出られないでしょうか。本当？待てよ。調べてからじゃないと危険だぜ。まずは亀裂を調べてからだな。これは海水だわ。いた。気をつけるんだ。海水が痛いくらいに冷たい。ものすごい亀裂だわ。海の向こうまで続いていそうね。暗くてよくわからないけど。気圧のためここまで海水が入ってこれないんだ。幸いでしたね。不幸じゃないの。麻也子ちゃん。だって、気圧で水が入ってこれないってことは、私たち海の底に沈んでしまったってことよ。ものは考えようさ。海底に沈んでもなお、俺たちは生きている。マイナス思考のない人ね。この場合はありがたいけど。ダメでしたね。海水があるだけで。悲観することはないさ。手はまだある、と思う。そうだわ。私は無線機を持っていたのよ。なんだ？だったらそれで解決じゃないか。ちょっと待ってね。爆発の時の衝撃で壊れちゃってる。おい、期待させておいてそれはないだろう。しょうがないじゃない。私だってがっかりしてるんだから。あそこからは外には出られませんか？外に繋がっていても、あの水温じゃ。亀裂には海水が満たされている。外に繋がっているんだろうか。亀裂には海水が満たされている。外に繋がっているんだろうか。マジに調べる必要が出てきたな。この分だと私たちは。それ以上は言わなくていいぜ。あそこからは外には出られませんか？外に繋がっていても、あの水温じゃ。さっき叩いたばかりだしな。わかったわ。もう少ししたらまた続けましょう。今度はさっきよりもよく調べてみない？そうだな。それがいいだろう。とにかくやるだけやってみようぜ。議論はそれからだ。ええ。
ダメだな、こりゃ。硬すぎる。くそ！開けられないぜ。北条、お前の方はどうだ？開かないわ。扉が完全にねじれてる。ダメだわ、開かない。私も何か手伝えないでしょうか。私もやる。俺や北条にできなきゃ何もできないよ。そう、万が一に備えて体力はできる限り温存しておきなさい。ダメだわ。ダメだな。どうすればいいの？ねえ、ちょっと来て。どうした？これを見てちょうだい、みんなも。何かあったのですか？マリナさん、これはボンベよ、酸素ボンベ。でも壊れてるわ、ほとんど。そうだな。なんとか使えそうなやつはないか？待って、酸素ボンベですか？爆発の衝撃でほとんど壊れているけど、とりあえず5つか。なんとかなりそうだな。マリナさん、ボンベの先っぽが、傷がついている。危ないな。こいつを加えても海水が口に入ってくるだけだ。ということは全部で4つですか？4つ。かろうじて人数分かしらね。しかし、そうね。ボンベが4つあるということは、これで海に潜って脱出できますね。ちょっと冗談言わないでよ。あんなに冷たい海の中に潜ったら死んでしまうわ。麻也子ちゃん、そんなに怒鳴らないの。確かにそうだな。海水は氷点下に限りなく近い。これで潜ったとしても1分もしないうちに泳げなくなってしまうわね。そうですか。だが悲観することはないな。わずかでも活路を見出せたんだ。はい。どうするこれから？また最初の疑問に戻っちまったってわけか。このままここにいても。でも外には出られない。とにかくこの4つのボンベは最後の生命線だわ。どうしようもなくなった時だな。助けに来るでしょうか？本部長が、私の上司があの時携帯無線機に連絡をしてきたわ。今そっちへ向かっているって。ってことはもう上空に達していてもおかしくない。異変を察知して本部へ連絡し、救助隊が到着するまで。そうね。日本からどれだけ離れているかによるな。航海場へ向かっていたけれど、そう離れてはいないはずよ。到着するまで、そうね、早ければ5、6時間というところかしら。早くてか。そう。わかった。何事もなく過ぎればいいのですが。あと5、6時間か。だけど、その時間は早くての概算。その時間は、伸びることはあっても、決して縮まることはない。あの二人には決して言わないでね。言えるかよ。とにかく、あと5、6時間。それまでの辛抱だ。